47ウェブと住みます芸人 YouTube 連動企画、住みます芸人激戦47都道府県お取り寄せグルメ。いやーグルメグルメ。さあ今回ですね、ステイホームでも全国のグルメを、楽しんでもらえるようにですね、47都道府県で活動する我々住みます芸人がおすすめのお取り寄せグルメをご紹介させていただきたいなと思います。素晴らしいね。さあ今回福島県からご紹介するお取り寄せグルメなんですが、こちらでございます。出た、クリームボックス。うわー塗りたいぐらい美味しいの何を塗りたいかというとですね、はい、この厚切りパンの上に乗っているこのね、はい、ホワイトクリーム、ねえ、これをね、稲野さんは塗りたくりたいと。本当あれが美味しくて塗りたくりたいということでございます。さあこのクリームボックス、はいはい、聞き慣れない方ね、多分たくさんいらっしゃると思いますが、はいはい、福島県内ではとっても有名な、昔から愛されているソウルフードでございます。そう、コンビニでも売ってるぐらい有名です。そうなんですよ、はい、まあ福島県の中でも郡山市という場所がありまして、その周辺のですね、パン屋さんで圧倒的人気を誇るこのクリームボックスなんですけども、基本的にこの厚切りの食パンの上にホワイトクリームをたっぷり乗せた、まあ、甘いね、菓子パンということになっております。さあこちらの方ですね、各このパン屋さんによってこのホワイトクリームの味が違うということで、ね、お気に入りのパン屋さんに行ってそのクリームボックスを買って食べるというのがこちらの郡山市、まあ、福島県内でのソウルフードということで、みんな楽しんで食べている、思い出の味ということでございます。さあこちらのローカルフードなんですけども、まあ、人気がもうありすぎて、2019年にはなんとクリームボックス総選挙なる大会も開催されたと。すごいじゃないですか。ということです、うん、ね、皆さんの投票によってナンバーワンが決まったということでございましてですね、はい、まあね、切磋琢磨にね、それぞれのパン屋さんがですね、はい、あれやこれやとオリジナルのクリームボックスを今後どん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 開発して、ね、皆さんに愛されるように頑張っているということでございます。稲野さんが言ったみたいにですね、県内のコンビニでもクリームボックス販売されるぐらい美味しいということでございます、はい、福島県熱愛のローカル最強パンでございます、はい、クリームボックス、皆さんもぜひお取り寄せして楽しんでいただきたいなと思います。みんなで食べちゃってもいいんじゃないの。